さあ2004年度の、本試験漢文いってみましょう、今回テーマはね、対比と主張について、ねまず漢文はねこういうふうに段落が普通は分かれてないのでわざわざ、こう試験の問題っていうのは分けてくれてます、ね原文では分かれてないんです。だからわざわざ意味の内容によってこう段落を分けてくれてるので段落はしっかり見てください。すると1段落目はこれじゃあおそらくエピソードでしょう。ね、虎とネズミの対比、例え話をしています。そして2段落目で、主張を言っています。この特にね、この今とか、それとか、ね、これはもう主張のサインです。そして、漢文ではね、今よろしくない。昔は良かった。ね、注釈14番見るとね、ほら、春秋戦国時代の軍師名将、ね、昔にこんな立派な人がいたという話が出てきています。ということは、ここの注釈の、8番から、ね、9、10、ずっとこの辺までそうかな。ここまで、で、ここに半語があります。ね、この9時間やと、ね、未然形んやと、ね、これ半語です。ね、くじくことができるだろうか、いや、できない、ね。これはじゃあ、今のよろしくない人たちの例です。ね、格好だけ立派で、ね、えばってるけど、何もできないじゃないか。果たしてこんなことができるか、できない。と言ってます。そして、注釈11番、ここからが大将のいる軍隊、ね、12、13、ずっとここ来て、この立派な人たち。じゃあ、ここでは、昔はこんなに立派な軍将たち、ね名将とか軍師がいたと。そして、まさにそれはこうであると。でここにまた、ね、大いに憂うべからざらんや、反語です、ね憂うべきではないだろうか、いや、憂うべきであると。ね反語はもう完全にここは主張ですので、おそらくこの2つがもう6番の答えでしょう。さあ、すると、ここに書いてあること。ね。これは実は、ここに書いてあることですね。そしてもう1個の方は、6番、こっちの方ね。これですね。これは、ここに書いてあることです。ね。そして、それぞれ虎の問題、もう一個ね、問いの2番の方です。ここ、老中とはそれぞれどうでしょうか。この14番のところ、ここが昔の立派な人、立派な人の例えというのは当然虎のことです。ね、なので、これはじゃあ、虎と異なることはない虎であると。なので、C が虎になるので、虎になっているのはこの3つ。で、あとは違いはこの B です。ね、ネズミか虎かどちらか。さあ、すると B を見てみると、ネズミは虎のことを犯して、虎の名前を犯してだ。勝手に使ってどうのこうの。なので、ここはじゃあ B は虎になるはずですので、ここが答えで5番正解と、ね、いうことです。さあ、反語、とても重要です。ね、未然形、うや、ね、ないないだろうか。いや、そんなことはない。ね、強い固定になります。そしてこのそれとか、今、良くない、ね。昔は立派だった。この漢文のパターンというのは決まりきってますので、ぜひ、しっかり覚えてね、しっかり構成で読んでいくということを意識していきましょう。